よう。おはー。おはようございます。今日の一番さん、浅野信繁さん、ありがとうございます。今日は10月の21日ございます。ゆみりんが7時15分をお知らせします。信成と書いて信繁さん、そう、おはようございます。眠た。おはようございます。5分前に起きました。寝起き、超寝起き。ただ自然光がいい感じに入ってきております。私ホテルの一番苦手なところが、その遮光カーテン全開に閉まってるから、朝日で起きられないんですよね、いつも。じゃあ開けて寝ろやって話なんですけど、そうなんです。それはそう それはそう。あ、タツニーヤンさん、CECLL さん、ニナーリンスカイさん、ありがとうございます。アンディさん、みんな、センキュー、ありがとう、ありがとうございます。あ、セシルさんか。しかも、なんか、わかりやすい教え方してくれてありがとう。セシルさん、ありがとうございます。おはようございます。この配信で、写真集を購入すると、こちらの生写真がついてきます。ヒロデンです。はい、そしてこれは上着を羽織ってるだけなので、また中に違うものを着てます。そうなんです。なので、お楽しみに。結構喉が痛いかも。
も確かに今までの自分の感想だったり喋りすぎだったりいろんなものとはちょっと違う喉の痛さですね。なんかそばごっくんしたりとかすると痛い、くしゃみすると痛い、うん、昨日夜ご飯食べてるときは痛かったのかな。ちょっとご飯中はちょっと覚えてないかも。で喋ってても痛くない別に。そして私いつもそのいつもの喉痛は喋ると痛いんですよ。それはしんどい風邪かな。 いえ花粉です。私花粉症です。それは風邪ですね。 いえ花粉症です。私秋花粉です。そうなんです。ということでね、まあおしゃべりもなんなので早速準備していきます。もう着替えるのは着替えた。お顔を作っていきます。チャ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 あ、やった私絶対この薬持ってきてないだろうっていうやつ1個だけあった。でも1個だけだ、どうしよう。あ、待って神様、私神様3つ入ってる、よし。いや4つ入ってる、よし今から飲もう。やった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 。しかもじゃんちゃんと水あります。私この味めっちゃ好きなんです味が好きだから飲んでるわけじゃないんですけど、これ私味好きでよかったな。あのね好きなのすごい、なんだろうな、粉なんですけどこう普通にこうやって食べたい感じ。そうなんだよね、好きでよかった。これ結構飲むから、うん、好きでよかった。苦くないやつ、まあ、苦くはないかな。まあでも人によって普通に好きじゃないと思う。私は好きです。そうなの。よし今日も頑張ろう。頑張って楽しもう。あ、前の日に、あ、そうだ私下地を忘れてしまって、えい、すいません前髪失礼します。下地がごめんなさい、眉毛なくてごめんね。すぐ描くから本当に秒で描くんで、しばしお待ちを。下地忘れちゃったんで、いやでも下地のね、そのね下地2はあるので、ちょっとプライマーを使います今日は。
なんのこっちゃですよね。プライマーってこういう透明なやつがあって、これも下地なんですけど、私はいつもこっちじゃないのを使うことが多いんですけど、これもね使ってる。これはそのファンデーションの利用をよくするためとかじゃなくて、なんかめっちゃねサラサラになるし、凹凸がねなくなる系の下地です。鼻先に塗ったりとかすると全然、あのこれを塗ってファンデーション塗るのと、これ塗らないでファンデーション塗るのと全然違うと思います。もう物によりきりですが、これはプチプラな感じの薬局に売ってるやつです。サラサラしてます。みんな全然写真集お待ちしてます、いつでも。そしてあのそうだ、コウモリも待ってます。コウモリをね集めてて、そうなんです、ぜひコウモリ、もしゴールド持ってる方、チャレンジミッションとかでコウモリ持ってる方はぜひよろしくお願いします。ありがとう、ありがとう。はい、そしてメイクアップベース、カラーベース、こちらのちょっとラベンダー色の、えい、ちょっとわかんないな、ラベンダー色なの、ラベンダー色の下地を、私はハイライトをいつも塗らない代わりに、そのハイライトを入れたい場所にもう中に仕込んじゃいます。気持ち、ほっぺたの一番高いところを、これ意味があるのかないのかは分かんないんですが、私は意味があると信じてやってる。ペダの高い位置と顎、そして鼻筋、鼻は高く見せないとね、吸ってしまって、まあ余ったやつでここのおでこの T ライン、眉毛のここの T ラインっていうんですけど、ここのおでこの眉毛、おでこ、こことほっぺたと顎がなんか出てるように見えると、すごく綺麗な顔立ちに見えるっぽいのでです。それでは次は一番大切なファンデーションを塗っていきます。今日は今日は一日が長いので、ちょっとこれ水に濡らしてきます、スポンジを。あ、ちょっと私、はい、はい、みんな、はい、みんな、さようなら。暗いね、暗いね、暗い、ちょっと待ってね、ちょっと私が立ち上がるときはね、またね暗闇にさせていただいて、ちょっとファンデーションポイントに水を仕込みました。水仕込み、水仕込み、えい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 、はい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 、よいしょ。あ、でもスカート長いから別に大丈夫か。あ、え、待って、コウモリ飛んでるんだけど、コウモリ飛んでるんだけど、暗闇にコウモリ飛んでるんだけど、
すごい、私戻ってきてるけどごめんね、戻ってきてます私。綺麗だった。これから安心してどこかに行けます。ありがとうコウモリ。ありがとう。はい、それでは次はファンデーションを塗っていきたいと思います。物見せないっていう、まあ物はいろいろ使ってます。じゃないからそんな多分参考にならないと思うか。あ、でも割と薄めに塗っていくな。本当に塗ったぐらいの、なんならもうこの真ん中らへんしか塗らないかも。ファンデーション、鼻、ほっぺ、おでこ、気持ち合おうくらいしか塗らないかもな。超薄付き、日質、特にお話し会は特に薄くしたい。なぜならそんな、そう、薄い。あ、1位だ、ありがとうございます。やった。薄メイクでやりたいわけじゃなくて、その長いので一日が、みんなと一日中話すので、そのファンデーションが厚ければ厚い方が厚いほど、そのやっぱりどうしてもね、時間が経つとちょっと直したいなって思ったりとかすることも多いんですよね。なので今日は特にいつもそうしろって話なんですけど、そのスポンジに水、お水をつけて、なんか、うん、より薄付きにしていきます。特にそんなに荒れてる感じのとこもないので、で、粉、コキャンメイク、ここまでちょっと気持ちいい。気持ちてからないようにする。かな。はい、で、あれ結局どこやったっけな。描いてどこいたっけな。眉毛。あ、ちなみに朝の配信は特にスクショとかして SNS に載せるのは
NG でお願いしたいです。よろしくお願いします。もちろん動画配信サイトも引き続き NG でお願いします。何卒ご協力よろしくお願いします。気持ちの良い配信をお互いするためにもご協力よろしくお願いします。まあその人がもしそういう人が今配信を見てたらの話だけど、そういう人って大体なんか配信見てなさそうなイメージ勝手な、まあ、見てたら見てる優しい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 方はよろしくです。優しくなかったらそれは仕方ないなってことですね。え、ちょっと眉毛なくなっちゃった。眉るしかないわ。いつもペンシルで描いてます。今日は粉キャンメイク。そう、普段は眉毛だけぐらいしか描かない。眉毛も描かないか。眉毛眉毛おはよう。今日はリアルお話し会なのでもう準備をしています。写真集も買えるよ。あ、ちまささんありがとうございます。
眉毛ちゃんと描きたいな、なんか。眉毛足そう。私のメイクの中で唯一こだわりがあるとするならば、まつげです。眉毛じゃないんかーい。まつげです。あとはあれかな、やっぱりファンデーションとかあんまり厚く塗っちゃうと私顔の凹凸がよりなくなっちゃうので、それもあってちょっと薄めが好きかも。ファンデーション私はそのいかに盛るかみたいなのじゃなくて、いかに、なんか、いかに変にならないかって感じ。いつも。ですね。うんうん。だからこそなんか、あんまり軽くしすぎないのかもしれない。です。あ、はしけんさんありがとうございます。朝配信記念だって嬉しい。また朝配信しちゃおうかな。ありがとう。ありがとうございます。あ、ダメだ、私お腹すいてちょっと無理だ。あ、やばい、もう45分、やばい。もう始めてから30分経ってる。早すぎー。
くちちちいくのこ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 あれたりしないちちちいくちちちいくあ、リップ塗ってよ。あ、やばい、お腹が空いてきた。死んじゃう。ゆうじさん、ありがとうございます。ありがとう、ゆうじさん。コウモリ飛んでる、ありがとう。コウモリと飛行機募集中です。飛行機は写真集買ったら飛ばせます。何どうぞ。もっと溜まりたくない、溜まもっとね、セパレートにしたい。このまつげはまつげは
すごい人によって好みがだいぶ分かれるんですけど、私はそのなんか束にしたくないな。こんな感じかな。付きまつ使わせてほしいよね。いや別に別にかな。付きまの方がむずそうだし、付きましちゃうと多分私付きまに負けちゃう顔が。では一旦これにて終了。終了。あ、目の下ちょっとだけキラキラしとこ。キラキラ。あゆみるんの電話しもしできない。そうなの。そうなのよ。ありがたいことにめちゃくちゃ早い段階で販売しててありがたい。そうなんです。で、はいはいはい、あ、そうだ、ちょっとみんなじゃあ一旦さよなら。あれで暗いよ。よいしょ。あ、コウモリ飛んでる。コウモリ飛んでる。えいえいえい。
ついでに私のパパ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  おかえり見てた5秒ぐらい見てた、ずっと。おかえり、ありがとう。ただいまです。ということでヨーグルト食べます。いただきます。あ、私のこの奥の手がある。あ、すごい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 いただきます。うん、おいしい。私、朝ごはんを抜くと気持ち悪くなっちゃう。まあ、そう、みんなそうだろうけど、私特に多分なんか低血糖だったり、いろんななんかいろんな理由が、いろんないろんながいろんなで、うん、なんか空腹で乗り物に乗れないんですよ、体質的な問題で。ここにある白いの。三河門さん、ひょっこりありがとうございます。そういう時はちゃんとひょっこり。どうでもさよなら。朝ごはんタイムです。何時？あ、もう8時、やばやば。やばやば。うまっ。ごちそうさまでした。めっちゃ高かった本当。あ、待って、串ちょっと、はい、皆のもの、はい、さよなら、さよなら、さよなら。
あれ腰こうじゃなかった。あ、はい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 ちょっと後で。あれで腰あった腰腰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 腰。あ、コウモリ飛んでる。コウモリ飛んでるよ。ありがとう。映える映える。もっと見てたいけど戻ってきました。ないな。5分。今日の靴下はこれです。今日も京都とユミラよいしょ。そんで持ってくんの。お水飲み切る。ギョドン。これと持っていくものは薬持ってこう。やった、薬ゲットだ。でだわ。これと、これゴミ箱捨てるでしょ。これも、これも持ってくる。
れるとこだった、忘れてないよ。はい、一旦消える。はい、ゴミしてる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 。あれ、これどこだ、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 あった、これと、ほんで、ほんで、え、あー、これを、こう、こう、これも、あ、鉄をくついとしたかった。それはまたちょっと行きながら、ながらに、ながらながら。あ、こもりってどう？ちょっとありがとう。あと1分ぐらいで戻ってくるんだし、ちょっと歯磨きもしちゃおう。はい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 、はい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 、そろそろ終わりにしますかね。ありがとうございました。今日リアルお話し会来てくださる方はぜひお待ちしてます。こちらもぼちぼち出発します。 お気をつけて、お気をつけてです。ございました。はい。あとは、あ、ターリーさん、ありがとうございます。はい。今日の夜も多分配信あるかな。よろしくお願いします。あとは今日は10時5分から鉄オタをぜひよろしくお願いします。ちょっと1時間目とかぶっちゃうんだけど、ぜひ並びながらとか、そう、1時間目ある方も並びながらとか片耳で聞いてもらえたらと思います。まあ、どうしてもって方は聞き逃しも1週間あるので、よろしくお願いします。はい、それではじゃあ団地を見たいと思います。はい、13位ミエスクさん、ありがとうございます。12位アキさんさん、ありがとうございます。
10位ひでさまさんありがとうございます。10位さっきさんありがとうございます。9位テリーピーさんありがとうございます。8位カープ HK さんありがとうございます。7位ビルトーソさんありがとうございます。6位王子さんありがとうございます。5位マサノンさんありがとうございます。4位笠置さんありがとうございます。3位出会い頭のネギトロさんありがとうございます。2位おっくんさんありがとうございます。そして1位はキューさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでこの時間はここまでですね。さっきそう20万ポイントのやつが達成した。そうです、そうだよね、そうだよね。ありがとうございます。ありがとう、表示出てた、ありがとう。コウモリパワー偉大です、ありがとうございます。あ、ありがとう教えてくれて。そう、これは剥がしてから剥がします。これ剥がしてから出かけます。ちょっと恥ずかしい、何これ、恥ずかしい。大事、個人情報も持っていこう。はい、それでは最後のリアルお話し会に行ってきます。握手会からずっとみんなとリアルで会ってきて、今日 STU 滝野としてのリアルお話し会は最後なので、はい、しかも早めに撮ってくれた方ばっかりだと思う、きっと。だからみんなとはい、いろんな話をしたいのと、あといっぱい卒コンに行くよって言われたいのと、写真集予約したよって言われたいあとこれからもよろしくねって言われたいので、はい、お待ちしてます。はい、それでは今朝も最後までありがとうございました。今日も一日頑張りよみりん。それでは行ってきます。いってらっしゃい、いってらっしゃい、バイバイ。鉄音後でポストします。よろしくです、バイバイ。